中本白書の書道講座、今回は、日本書道教育学会富士一般版10月号のですね、有段者の課題、こちらですね、これは出典が書譜でですね、筆者は孫家庭ですね、草書を勉強するには、必ず学ぶ、お手本の一つですね、書譜、それではですね、号すなわち劉備、この4文字をですね、一つ一つ解説いきましょう。ゴーっていう字ですね。ゴーっていう字は、先月もありましたね。いきますね。ゴーっていうのはこのこういう字ですね。この字です。これは一画目が、こちらをご覧いただいて、この1画目が草書ではこうなってるんですよね。次の2画目がこうなったんですね。これが2画目で、次の点がこう点になって、で口は普通こういうふうに書きますけど、ここではこうこういうふうに書いてるんですね。でこれでこの「ゴー」っていう字をこのように表現してます。はい、いきます。こうだんだん強くなってる。これでクックッって1つ書いて、右こうでちょっと1ついるんだよ。で筆脈を取ってクッ、筆脈をキュッキュッ、こんな感じですね。はい、もう一度書いてみますね。すごいですね、この線がこうワーッとこくて、こんな感じですね。でこうグワーッて手の、ここなんかグワッてこうきて、筆を筆を起こしてかなりかかってですね。これが五です。次、すなわち。すなわちっていう字はですね、こういう字なんですね。この字なんですね。で、左の貝をですね、こう切って、こう。まあ、こう、貝という字を、こうく、そうして崩すんですね。そしてこの立冬のところをですね、普通はこう、一般的にこういうような書き方しますけど、ここではこれは取って、こう来て。こういうような書き方してるんですけども、ちょっとこれを拡大して大きく書いてみますね。ここにちゃんとくっつけて、右上の空間を閉じた方がいいんですね。こう、ダメつけて、これでキュッとついて、キュッ、キュッ、キュッ、筆を起こして、起こして、こういうイメージですね。ここの空間を閉じましょう。こう来て、こう来て、こういうふうに書いちゃいますと、ここの空間がこう、なんかこう、外へ漏れていって、締まりがなくなりますので、こう密閉する。ここがポイントですね。あと少しこうイメージにしましょう。こうこうこうきて、この真下にこう書くとちょっと変ですね。これがすなわちですね。で流流れる。皆さんこれは必ずですね、五体字類で全ての字を開いて、先人の、人たちがどういうふうに書いてるかを確認して、崩し方のイメージを作ってからこの書譜を臨書しましょう。はい、三髄はこう切って少しこうなってもらって、うわっ、うわっ、キュッ、これ、キュッ、こうして筆を起こして、クッキュッと深くついて、筆を起こして、ここにちょっと当たるぐらい、こんなイメージですね。これが流れる。これをですね、ここをこういうふうなイメージにすると、これは三髄、この字ですので、三髄です。これだと二髄のように見えますから、この、三髄に当たる部分のところ気をつけてください。流れるという字はもう草書体でこう覚えるしかないですね。次、美っていう字は女偏に眉っていう字ですね。
この字なんですね。この字をですね、皆さんは一度五体字類でどういうふうに崩しているかを確認して、そしてこれをいきましょう。そうすると、このこれが女編だというのを頭に置くだけでですね、この書き方が、手本の見方は変わってきます。スッとこう切って、ちゃんと筆面を取ることですね。こんな感じですね。以上、湯文字のですね、一つ一つの文字の書き方について解説しました。会場で皆さんにはですね、私の方でしっかり湯文字をちゃんと書いた以上、有段者の方に差し上げますので、この動画を参考にしていただきながら、どうぞ教室で練習してみてください。以上、これで進め終わります。